はい、皆さんこんにちは。タロタン、かわいいですね。はい、うちはバイク屋なんですよ、実を言うとですね。で、今うちにある在庫かなり増えてきているのとですね、あと問い合わせが多いやつ少ないやつありますので、もうここは人思いですね。全部価格調整ということで、平たく言うと値下げします。はい、5万から10万ぐらい値下げしますので、もしですね、今まで気になるバイクがあったけど高かったとかですね、ちょっと値段合わなかったとか、問い合わせしたけどもちょっと値段合わないなと思ったとかですね、いろんな方いらっしゃると思います。はい、もしですね、これ見て気が変わったりとか、やっぱ問い合わせてみようかなっていう方いらっしゃいましたらですね、お声掛けいただけると幸いです。はい、ではやっていこうかなと思います。まずですね、MT-09、上からやっていきますけれども、はい、これキャプチャーしてます。はい、ちょっとね、チラチラして見づらいかもしれないんですけども、はい、これうちのホームページの管理画面ですね。はい、裏側です。69.99 になってますけれども、これを値段変えます。いくらにしようかな。うん、ちょっとやりすぎだ。待て。そう、このぐらいで勘弁してください。はい、ちょっと下げました。はい、いかがでしょう。登録と次ですね、MT-03 の方ですね。はい、こちら 44.99 ですね。はい、5万ダウンです。はい、次、ZRX、はい、こちらは170万でどうでしょうか。お問い合わせお待ちしております。はい、お次全部いきますよ。はい、CB400 フォア、はい、110でどうでしょう。これ多分ね、グーバイクとか照らし合わせると分かると思うんですけども、日本で一番安いと思います。はい、次、フォルツァ Z、フォルツァ Z ですね。はい、これも思い切ってもっと下げちゃいます。はい、19.99、 20万切りました。どうでしょう。納車価格ですよ。店頭乗り出し価格です。いかがでしょうか。次ですね、はい、CBR、 こちらも10万下げます。110万円、110万円でいかがでしょうか。はい、なかなかレアな一品でございます、低走行。こちらですね、はい、元フグちゃんのやつですね。はい、これは 59.99 ですね。はい、かなりいろんなとこ整備してますんで、お買い得かなと思います。はい、ボルト、ボルトですね。はい、こちらも値段を下げます。5万ダウン、 74.99 でいかがでしょうか。はい、依然と値段が高いボルトですね。値上がりしているところを下げると。はい、株限定モデルですね。はい、これ22まで下げます。どうでしょう。はい、よろしくお願いします。お次ですね、CB1100 ですね、これも110まで下げます。はい、よろしくお願いします。お次ですね、はい、セロ、はい、値段高騰しているセロ、100万超えのセロとかもある中で、値段下げちゃいます。 69.99、 これは安い買いなんじゃないかな。もう超低走行です。二度と出ないコンディション、いかがでしょうか。はい、刀、はい、これ110万まで下げます。はい、どうでしょう。はい、一番オーソドックスなシルバー刀、いかがでしょうかね。はい、ハヤブサですね、なんだかんだ人気のハヤブサ、これもう100万切ります。 99.99 お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こんな感じですね。全体的に価格を見直しております。はい、今ですね、買い取りも多くてですね、どんどん場所を分けなくてはいけないという事情もございまして、値段を下げさせていただきました。はい、ぜひお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願いします。で、ここから全然関係ない雑談が始まるんですけども、はい、この間コインパーキングに停めたらですね、ロック板がちゃんと下がってなくて、この下の板バネのですね、このクッションの下のボルトのところが当たっちゃってですね、曲がりました。はい、
非常に悲しいです。あの6番がきちんと下がってるのを確認してから出航してくださいってどこでも書いてあるからね、まあ、これ自分の責任になっちゃうのかなと思うんですけども、非常に悲しくてとてもやりきれません。はい、あとあの最近ラーメン食いたくなっちゃうんですよね。あの僕のツイッターのタイムラインにですね、二郎系ラーメンが山ほど出てくるんですよ。で、あのこの間行った先の近くにあったラーメン屋に入ってですね、あのこれ食べたんですけども、あのこれ普通盛りです、ね、ラーメン小です。今考えるとミニにしとけばよかったなと思うんですけど、もう上の全部食べて麺ちょっと食べてもうお腹いっぱいになって残しちゃいました。はい、すいません、本当ごめんなさいしながら帰りました。はい、でこれで写真だけ載せたらですね、これどこのラーメンか一発で当てる人が2人いたんですよ。すごいですね、ラーメン好きの人って。だってこれ店の名前も何も書いてないのに、どこのなんて店のなんてラーメンか一発で当てるんですよ。すごいなと思います。あとなんかあの二郎系ラーメンのお店ってこう頼みづらいですよね。なんていうかあの頼みづらい、はい、非常に頼みづらい、なんかお店の人怖い、はい、みんな慣れてて、場違いな感じする、とにかく怖い。あとな謎のあの辛めって何ですかみたいな感じ。あ、でこっちはですね、うちの店の近所にあるラーメン屋ですね。はい、これと なんて読むのかな、いつも分かんないんだけど、あの適当に入ってるんで、はい、ね、あれです、はい。でね、ここはね、あのなんていうか安心して安定して食べられる味っていうかね、あの食べても、あの食べ過ぎちゃってもですね、そんなにあの気持ち悪くなったりとかしないんですけど、割とねドロッドロのこってり系のやつはね、あの調子こいて食べ過ぎてしまうとですね、あの半日動けなくなったりとかしますのでね、あの最近あの体が年を取ってきたのかなという気がいたしております。皆さんいかがでしょうか。はい、あの全部いけます。あのめっちゃこってり系ラーメンをさらにこってり系なオーダーにして、さらにいいあれするってできますか。はい、でこれうちの近所で、見つけたのシェアキックボード、電動キックボードなんですけども、あの小型特殊自動車扱いで、ノーヘルで乗れるやつですね。シェアの1分10円、1キロ10円ということで、タクシーより安くてレンタカーより高いという感じの乗り物なんですけども、はい、ちょっと乗ってみましたよ僕。確かにスピード出ないですね。はい、で走るし、周りの人もすごい興味持ってるなという感じしました。でこれアプリ入れて登録するときに簡単なその問答があってですね、まあ交通ルールについて紹介されるんですけども、あの2段階右折じゃなくて、こいつの場合は車と一緒に右折しろっていう風な法令らしいんですね。小型特殊自動車だからだと思うんですけども、これはねちょっとどうかなと思いますね。衝突自体が要はその農業機器とかね、ああいった大きいものに対して、付けられるナンバーだっていうのもあると思うんですけども、あの基本的にそのこういうシェア型の小型特殊ナンバー自体は原付きになってますけれども、これ自体もですね原付きと同じようなですね、2段階右折した方がいいのかな、いいんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思います。じゃあこれあの右折をですね普通の車と同じようにするっていう風なやつで2段階右折をしたら捕まるのかって、捕まりません。はい、2段階右折をしても大丈夫です。はい、その方がいいと思ったっていうことであればですね、全然構わないので、そういう風にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。しかしこの会社何なんでしょうね。あのこの辺すごい数展開し始めましたけどもね、立川中心にやってるということで、まあ気にはなるんですけども、はい、あのまあ僕も使っては見るんですけどね、事故とかそういうのは乗り手次第だと思いますので、まあまあ、あの静観していこうかなと思います。静観っていうのはエッチなんじゃないですよ。はい、というわけで、今日の お話はですね、バイクの価格変更ということなので、はい、今のは忘れてください。はい。